いつも目をかけていただき感謝しております。でも指揮官、私は本当にあなたにふさわしいのでしょうか。いえ、そうではなくて、とても嬉しいのです。これから私があなたをお守りします。これこそ私の生涯最大の栄誉。